んこんにちは。私たち夢見るアドレセンスです。夢アドのリーダー荻野かりんです。山田あかりです。志田優美です。小林玲です。京香です。はい、皆さん早速ですが、はい、4月22日発売の、回る世界もお聞きになっていただけたでしょうか。召喚聞いたって。ありがとうございます。はい、今回はカップリング曲でも新しいことにチャレンジしていて、はい、なんとグループ初のタオル曲も収録されています。タオル曲、ね、若干巻き時代だったね、はい、タオル曲も気合入ってます。気合入ってます。その名もジャンプ。はい、この曲はですね、とても皆さんと盛り上がれる曲で、私たちも本当に好きな一曲となっております。盛り上がれるからね。盛り上がれるからね。そんな私たちが大好きなジャンプなんですけど、なんと今回は東京ガールズアップデートさんにご協力いただき、ファンの皆さんとね一緒に PV を作るというプロジェクトがなりました。イエーイ、やったー。ジャンプでね、PV にね、全くそのまま一緒にいられたらいいなと思っています。はい、はい、ということでここでは早速ジャンプのサビの部分の振り付けを皆さんにレクチャーしたいと思います。レクチャー、はい、ということでじゃあ、じゃん、お、元か、タオル、ありがとう、知ってるよ、タオルだよ、タオルだよ。はい、ということでじゃあ早速サビの部分の振り付け、うん、やってみます。やってみよう、はい、みんな一緒に見てみてください。はい、じゃあじゃあ分かりやすいように、うちがじゃあ皆さんと同じ方向になるように、うん、分かるように、じゃあレイもそろそろ私もそうします。はい、皆さんと同じ目線です。はい、いきますよ、せーの。右左回して、右左回して、右左真ん中下、上に回して回して、そうです。はい、皆さんいかがでしたか。そんなに難しい振り付けじゃないので、うん、ぜひ PV 撮影までに覚えていただけたら嬉しいです。簡単だよ、簡単だよ。はい、当日は皆さんと一緒に盛り上がってですね、うん、思い出に残る素敵なね、うん、ダンスとかに、はい、ね、PV したい、ね、はい、PV にしたいと思います。はい、絶対これは素敵になりますね。ね、楽しみ、みんなで一緒に作り上げていきましょう。お願いします。ですね、最後は、はい、いつもね私たち夢見るアドレセンスなんで、うん、バイ夢って言ってるんですけど、今回はプロジェクト成功を願って、願って、願ってプラス、うん、皆さんへのお願いということで、はい、はい、いきますか。今回はおね夢で、あ、おね夢、これね、はい、誰が考えたんだろうね。誰が、多分ね、夢アドの偉い人、偉い人が考えたんだよ。はい、すごく面白いね。まあ面白いからね、やってみましょうか。おね夢と、こうしよう。じゃあ、おね夢ね、おね夢、おおね、ちょうどこの手のまんま夢をね、できる、おね夢、いいね、ひらめいちゃった。やってみよう。はい、はい、ということで皆さん、それでは以上夢見るアドレセンスでした。せーの、おね夢。